オクタゴン、こんにちは。無重力のマサトです。今日はインフルエンサー交流パーティーというものに参加します。そのパーティーに参加できる条件というのが SNS のフォロワー5万人以上らしいんですけど、僕ギリギリです。はい、もうなんとかギリギリ参加させてもらえるんですけど、本日はなんと100万人超えの YouTuber も参戦するということで、めちゃめちゃ緊張してるんですけど、潜入したいと思います。緊張なんで僕まで。テンチムさんの C 社もらいました。マネージャーも来ました。めっちゃ緊張します行きましょう。やばいさ、ちょっと一回歩く。めっちゃうまそう。やべえ。レモンサワーで。うまい。パートナーズと鳥鳥さんと共催で開催させていただくインフルエンサーの交流会ということでなってます。で、今日のちゃんとした趣旨を多分ちゃんと伝わってないんで、ちゃんとご説明すると、今日テーマはインフルエンサーさん同士が仲良くなってコラボだったりとか動画だったりとか、なんかこういう悩みがあるとかっていうのを相談できる会っていうのをなんか作ったりとかしました。通常だとこういう会ってあんまりないと思うんですよね。なんで皆さんこう話したい人とか、こういうことを相談したいとかっていう人がいたらお声かけしていただいて、嫌がられたら縁がなかったということでお願いします。で今日ですね、ちょっとたくさんの人がいるんで、一番重要なことがトラブルになったら嫌なんで、ちょっとブレーキングダウンの人とかいるんで、ちょっと大丈夫かなと思ってるんですけど、トラブルだけはないように、お酒が結構あるんで、あと多分ちゃんと確認しても大丈夫だと思うんですけど、もしも未成年の人がいるんだったらお酒は絶対に飲まないでください。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、ちょっと私から挨拶させていただきました。よろしくお願いします。いただきます。触り方。なんか。写真いいですか？やばい。はみたいよ。言うない。生きってるね。今日はどうですか？りがとうございます。すげえ、青白王子。やばい。これはやばい。ネクステですよ、ネクステ。かの有名なネクステ。盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、チーズ。はい、チーズ。OK です。で、ビキニつけてる。やばいっすから、ごめんなさい。すいません。楽しく交流会で飲もうという会だったので、本当に交流できてよかったです。多分まだまだ本当はね、こう会えなかった人とか、こう喋れなかった人もいると思うんですけど、まあ、次回もね、またなんかこの交流会をやっていきたいと思いますので、またその際はぜひご参加ください。本日はありがとうございました。豪華すぎるメンバー、やばい。帰ります。お疲れ様。楽しかったです。ありがとう。お疲れ様でした。はい、また遊びましょう。気をつけて。はい、連絡します。マジで来たんだ。お台場の足湯って足湯がない。